ですごいな。なるほど、なるほど。自分の中で課題を課して、それを乗り越えることで、まあ、自己成長にもつなげてきたので。では発表します。でるる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 でん。どうも、しゅんです。こんにちは。ということでですね、今回は合格者の面接公開シリーズということで、22卒で実際に内定を複数獲得された方の面接を公開しようと思います。今回ですね、伊藤忠グループに合格された方で、専門商社及び商社の面接を想定して公開させていただきます。本日の面接官は、南ゆうきさんです。はい、どうも、こんにちは。みんな元気してる？わっしょーい。本日お越しいただいた実際の内定者の武田さんです。よろしくお願いします。武田さんはですね、伊藤忠グループだけではなくて6社ぐらい内定されたんですよね。何社中何社ぐらい合格されたんですか？30社中6社ぐらいで、選考辞退したところもあります。ということで、就職活動を最近終えられて成功された方の面接を皆さんにお届けできたらなと思ってます。福田商事という企業の、人事部採用責任担当してます、南と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速面接に入っていきます。はい。じゃあ、1分間程度で、自己紹介をお願いします。はい。まずは本日お時間いただきありがとうございます。中央大学の、武田と申します。学生時代は16年間のサッカー経験と25カ国の海外経験があります。またアルバイトはですね、スターバックスコーヒーで2年間と、現在はサッカーチームのコーチとして女子中学生を指導しております。大学3年時にはですね、ドイツに渡ってドイツでサッカーをしていました。本日はよろしくお願いいたします。サッカーは何歳から何歳までやったんですか？5歳から22歳までやってました。はい、あ、なるほど、なるほど。はい。じゃあまずは、学生時代頑張ったことに関して深掘りしていきたいんですけれども、はい。大学時代に最も注力したこととそれに伴う、まあ、挫折経験、そこからどうやって、その挫折を乗り越えたかとあればエピソードを教えてください。はい。私が一番頑張ったことに関しまして、大学3年時にドイツに渡ってドイツ4部の選手として、サッカー選手として活動した経験です。プロですか？セミプロとして活動してました。お金をもらって？あ、そうですね、お金はもらってました。すごいですね、それは。なるほど。難しかったことに関しては、まずそこに、トライアウトを受けるんですけれども、トライアウトで、はいはいはい、その段階で私自身、その大学の入学当初にですね、前十字靭帯断裂と呼ばれる怪我を負っていて、はい、なるほど、なるほど。でそこで大学3年時にやるべく体作りであったりとか、あとは試合感を取り戻すことといったところに注力してました。で現地で実際に難しかったことに関しては、言葉の壁だったりとか体格の差っていうところが難しかった部分はあります。ドイツ語喋れるんですか？ドイツ語は日常会話ぐらいで。それは なぜですか？チームの公用語がドイツ語だったっていうのがあったのと、で大学3年でその前にドイツ語勉強してたんですか？少しだけ勉強はしてました。大学時代に日本で独学でってことですか？大学の授業の方を履修していて。ああ、なるほど、なるほ なるほど。それですごいな。なるほど、なるほど。なんか、なるほど。経歴が多分ちょっと難しい。なるほど。まあチームでのコミュニケーションを取る上で、なんかこう苦労したけど、まあ、今の自分の財産になってるなって思うものがあれば教えてください。財産になってるものだとしたら、やっぱり相手目線で考えることの重要さっていった部分が財産かなと思っていて、というのも私自身ですね、この留学をした当初は英語の方が得意だったので、英語で相手に話しかけることは意識していたんですけれども、ある時ですね、チームメイトのアメリカ人の方に、ここはドイツだからお前はドイツ語で喋るのが義理なんじゃないかって言われまして、その時からですね、片言のドイツ語だったとしてもドイツ語で相手に話しかけることは意識してました。で実際にそれによってですね、私自身の話を聞いてくれる姿勢とかであったりとか、あとは練習や試合がない日などには私にドイツ語を教えてくれたりと、まあ、少なからず距離感を縮めていく上では非常に重要なことだったと思ってます。英語はどうやって勉強したんですか？大学時の時に、まあ、自分でトイックの勉強だったりとか、あとはまあオンライン英会話とかも用いてたんですけれども、必ず大学の長期休みの際には短期留学に行っておりまして、例えばカナダとか、あとはフィリピンとか、そういった1、2ヶ月の間短期留学をすることは意識してました。今までのエピソードを聞くに、かなり精神力が強そうな感じがするんですけど、その精神力が強い原動力はどこから来てますか？原動力に関しては、私自身やはり成長意欲が大きいのかなと思っていて、なるほど。やはり自分自身この16年間ですね、ずっとサッカーをやってきたんですけれども、毎日の練習の中で課題を課して、それを乗り越えることで、まあ、自己成長にもつなげてきたので、そういった部分がですね、自分自身の原動力なのかなと思ってます。
それは なんでその成長意欲があるんですかね。結構昔から実は悔しい体験をしてきました。なるほどなるほど。例えば中学時のサッカーチームの時には、はい、実際にあの中1中2の時にはですね、あの先発出場をすることができなくて非常に悔しい思いをしたんですけれども、あの小学校の時にいただいた恩師の言葉で、あの継続は力なりといった言葉をいただいていたので、うんうんうん、その言葉を信じてですね、努力した結果中学3年時で先発出場することができたというところがあったので、そういった成功体験から私はこの原動力があるのかなとは思ってます。ありがとうございます、はい。じゃあ、学知化と強みの部分は分かったんですけど、ご自身が思う自分の弱みの部分があれば教えてください。行動力がありすぎて独りよがりになってしまうことがあるということです。具体的にはですね、あの、はい、高校時とかであの自分自身サッカー推薦で入学したんですけれども、あ、なるほどなるほど。そういった中でやっぱり練習だったり試合では誰よりもあの真剣に取り組むっていうことは意識してました。でそういった中でですね、自分自身がこれだけやってるのになんでこれだけ他の人はやってくれないんだといったような、そういった部分でですね、あの独りよがりになってしまう部分があったっていうのが自分の弱みです。なるほど。それちなみにどうやって解決しました？これに関してはその今現在やってるサッカーコーチのアルバイト経験で解決しようかなと思っていて、やっぱりあのサッカーコーチというあの役職からやっぱり行動力で巻き込むっていうのはまず大前提としてあって、じゃあ他にどうやって他の人を巻き込むのかと考えた時にですね、やっぱり一人一人に対して誠実にそして愚直に向き合うことが大事なのかなと思ってます。で、まあ、具体的にやってることに関して言いますと、例えば1ヶ月に一度必ず選手同士と面談することも意識していますし、あとはサッカーノートの共有とかによってお互いの気持ちを吐き出すといった、そういった部分が今具体的に克服していることだと思ってます。面談の部分でなんか自分の中で人生で印象に残っているなんかエピソードがあれば教えてください。例えば私自身その女子中学生とバックグラウンドも違いますし、うん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 、性別も違うというところでまず状態がわからないと。でそういった中で相手の体の状態もありますし、そういった部分を聞き入れて実際にどういう状態なのか知り抜いて、でそれから相手にアドバイスをするっていうことを今現在は意識しています。今までのエピソードを聞くにかなり意欲も高くて組織も率いてっていう人だと思うんですけど、なぜこれ自分で会社を起こしても成功しそうな気がするんですね、正直。はい、その中でもなぜ福田昌司を志望してくださっているのかっていうのを、志望動機の部分を教えてください。私が御社を志望する理由はまず人々の当たり前を支えていきたいという思いがあります。でそこに関しては私のそのフィリピン留学の経験からですね、日本の当たり前の基準の高さといったところを知りました。で実際に将来はですね、国内外問わずいろいろな人の生活の根底を支えていきたいという思いがあります。でそういった中でですね、御社であればエネルギーを人々の生活の中で不可欠なエネルギーを扱うことによってですね、実際に人々の生活の根底を支える姿勢に魅力を感じております。でまたですね、御社であれば約60年もの間ですね、日本の国内マーケットを支えてきたのはもちろんのこと、今現在で言えばフィリピンの LP ガスの販売などそういった部分でですね、海外事業にも注力している点に非常に魅力を感じているので私は御社を志望しています。なるほど。でも日本企業の中でも長く続いていて、なおかつエネルギー事業もやっていて、なおかつまあフィリピンはじめとした、まあ、アジア 各国と取引をしている企業と他にも無数にあるんですけど、その中でも福田昌司を選んだ理由がいまいちしっくりこないんですけど、例えば他社さんであればもうすでに海外にいろいろな拠点があるという点で、福田昌司さんであればですね、まだまだ国内マーケットが主流ということを御社の社員の方もおっしゃっていたので、そういった部分からですね、自分自身のそういった海外経験といったものを生かしながらもまずパイオニアとして海外にチャレンジしていきたいという思いが私は御社との理念とですね合致していると思っているので、御社を一番に志望しております。なるほど。あ、じゃあ社員訪問は今まで何人ぐらいしましたか、弊社は。社員訪問はできなかったんですけれども、実際に面接の中でお会いした方々っていうところで、はい、3名ほど。なるほど。面接の中で、はい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 、何か社員が言ってたことで印象に残っていることありますか。先ほど少し自分も申し上げた通り、御社の社員の方も今後海外事業にどんどん着手していきたいという点で、例えばですね、競合他社の、まあ、鈴木昌司さんとかであったりとか、そういった方々はですね、もうすでに海外事業に着手しているんですけれども、そういった中でですね、自分自身のやっぱり海外経験といったものを一番押してくださっている企業さんということも実際面接の中で感じたので、そういった部分からですね、御社は志望しています。他の企業ってどこ受けてますか。岡本昌司さんとか受けてます。
商社のみって感じですか？商社とですね、あとはデベロッパーさんも受けております。なるほど。デベロッパーの方が志望している理由は何ですか？デベロッパーの志望理由に関しては、私自身16年間サッカーをやってきたんですけれども、そういった中でやはり学生時代の活動って必ず引退があると思うんです、ね、うんうんうん、でそういった中でじゃあデベロッパー業界であるならば、あの作り上げたもののその後50年100年といったところに関わり続けることができるという点に魅力を感じているので、私はデベロッパー業界を志望しました。でも他の業者も業界も全部50年100年続きますけどね、デベに限らず、まあ、例えばデベロッパー業界であればエリアマネジメントっていうところで、そこの価値をより50年100年高め続けられるっていうのは、あのデベロッパー業界特有なのかなと思っていて、例えば銀行とかのデベロッパーとかであれば実際に作ってすぐに販売っていう形になっていくと思うんですけれども、デベロッパー業界であるならば作ってマネジメントしてどんどんその街の価値を高め続けるっていうところが、あの他の業界とは違う部分なのかなとは思ってます。なるほど、承知しました。今受けてるところ全部から内定で出たらどうしますか？そうですね、もちろん御社に入社いたします。なるほど。社員訪問って他の会社もゼロなんですか？他の会社はできていました。何人ぐらいしてました？そうですね、 OB 訪問全体としてあまりあの時間がなくてできていなくて2人ぐらいしかしてないです。あまりじゃ就職活動に時間割いてないってことなんですかね？そういうわけではなくて、夏のインターンの時からさまざまな企業に参加しておりまして、実際にそのインターンの中で社員の方とお話をさせていただく機会はあったんですけれども、実際に OB 訪問という形で社員さんを訪問させていただいたっていうのはあまりないです。わかりました。じゃあ最後に何か一言あれば教えてください。まあ、御社の社員の方もおっしゃっていたんですけれども、やはり今後海外事業でチャレンジしていきたいという点で、私自身の強みといったものを必ず生かすことができると思うので、将来御社の社員の方と共に働いていきたいと考えております。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。以上です。また引き続きお願いします。ありがとうございます。はい、面接お疲れ様でした。感想をもしよかったら。今までの面接で質問されたこともないことも何個かあったので、そういったところはあまりうまく答えられなかったかなと思ってます。南さんが採用担当だったら、合格か不合格か札をお願いします。わかりました。では発表します。でるる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 でん、丸です。おー。じゃあ南さんフィードバックを、はい、フィードバックします。じゃあ最初から順番に言っていくと、初っ端から、まあ、印象20までですよね。コミュニケーション慣れてるし、修羅場もたくさんくぐり抜けてきたんだろうなという感じはありました。でしかも自己紹介の部分も短いからいいよ、ね、ドイツ語と英語ができてる時点でガクチカとか強みとかってもう完璧なんですよ。もっと知りたかったのは成長意欲のモチベーションの源泉の部分で、具体的に欲しかったかな、なんでそんなに頑張れるんだろうってところが腑に落ちなかった部分もある。なんで頑張れるんですか？昔から頑張ってきたから、それが習慣になってるとしか言いようがないのかな。最強じゃないですか、もう。当たり前の基準が高いっていうことです。最強だね。ちなみに弱みなんで聞いたか分かりますか？強みの部分をよく聞かれることがあって、逆にじゃあこの人の悪い部分って何だろうって探したいのかなと思ってました。ちょっと違うな。最近買った印象的なものなんかある？ AirPods Pro。学生にとって AirPods Pro は高いですよね。高いって弱みなんですよ。どんな商品サービスにも強みもあるし弱みもあるんですよ。それで表面も裏面もどっちも理解した上で買いたいっていうのが就職活動なんですよ。だから強みも聞くし弱みも聞くっていう、だから弱みも必ず聞きます僕だったら。でその弱みの部分で一人弱りになるから向き合う面談するって話があったんですけど、この面談するっていう部分をもっと具体的に知りたかったんですけど、抽象的なまま終わってしまったので、僕だったら本当に面談やってんのかなっていうふうに疑問を持ってしまう。であとは僕個人の一意見としては、こんだけ精神力が強くてセルフマネジメントしていて、で組織もマネジメントできて面談して人のモチベーション上げてってことができるんであれば、起業した方が100倍成功できる。いきなり起業するとかは現実的に怖い部分もあるから、ちっちゃくやら始めるっていうのはありな気がします。まあだから成功できるよ絶対。っていうことで以上です。皆さんドイツ語とか英語話せなくても受かる人は受かるので、武田さんの話を抽象化してちょっとでも参考になったら嬉しいなっていうふうに思ってます。注目ポイントは努力ができる人間であるっていうことを理解させるっていうことで、その手段がドイツ語英語サッカーって話だったんで、他の皆さんは、まあ、ドイツ語英語サッカーじゃなくてもいいんで、努力ができる人間なんだなっていうのが分かるエピソードが喋れればそれでいいか。合格者の面接公開シリーズはこれからもやっていくので、よかったらチャンネル登録お願いします。あと南さんも就活のコンテンツや就活以外のコンテンツも自分のチャンネルで上げてるので、よかったらチャンネル登録お願いします、はい、概要欄から世界一お金の道場 YouTube チャンネル登録お願いします。ということで本日は武田さんと南さんありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。
就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。